心配すんな。さっきまで一緒だったんだろ。すぐその辺で会えるって。思い出させんなよ、頼むから。くそ、みんなどこ行ったんだ。なんだあれ。そっちじゃないよ、こっちだって。ほら廊下。なんか、あ、こっち来るぞ。もしもし。助けてくれ。助けてくれ。ナオミ？ナオミなの？返事をしてねえ。お母さん？
行く。わかんないよ。一緒に出ようって言ったのに。自殺するってどういうことよ。何があったの。何を見たの。お気の毒に。あなたは。私はここで死んだ幽霊です。お気の毒って。お友達は触れてしまったのです。あれあれ、この学校そのものを縛りつけている恐るべき呪いです。その呪いに触れた者は精神を侵され、心を守るために突発的に防御反応が起こって自害を選んでしまう人もいます。人によっては錯乱状態に陥ったり、何の予兆もなく突然周囲の人に危害を加えたり、症状は様々ですが、そんな、お友達が亡くなった今、この学校、この空間で生きている人間はもうあなたしかいません。嘘。あなたはこのまま死ぬまで一人ぼっち。携帯、聖子たちの番号入ってるんだ。しっかり。いつも強気なナオミさんらしくないぞ。私そんなに強くないよ。えらいぞ。よく泣かなかったな、ユカ。ユカ、泣いてないんだもん。ここに連れてこられた生命エネルギーは全部で9個だ。9つの魂がさっき入ってきた。俺に、ユカに、ナオミ、ヨシキ、篠崎、
先生、篠原、鈴本に森重、あの場にいた全員か。クソ、お姉ちゃんたちみんなこの学校にいるの？いや、今言ったように多重次元にチリチリになっている。同じ校舎であって違う場所にいるから全員と会うのは難しいと思う。下手に逆らってこの学校の怒りに触れるとどんな目に遭うか。忠告はありがたいが、俺たちは絶対に全員揃ってここを脱出してみせる。兄ちゃん、みんないいやつなのにこんな目に遭わされる理由がない。理不尽な蹂躙には絶対に屈しない。今時珍しいな、その心。どうかなくさずにいてくれ。誰も死なせたくないという気持ち、どんな現実が待っていようとも、その心を最後まで保ち続けられれば、全員を救うことはできなくても、運命を少しでもいい方へ導くことができるかもしれない。私たちのようにならないでくれ。兄ちゃん、ん？どうした？学校の怒りにって何のこと？なんだろうな。この校舎自体に意思があるとでも言うのか。よし、とにかく先生やみんなを探そう。途中で出口が見つかったらお前は先に家に戻るんだ。玄関や非常口、屋上なら外に出られるかもしれない。それでいいか？時代の服だな。大丈夫だ、もういなくなったぞ。大丈夫だ、大丈夫だぞ。やはりこれは
本物の死体、俺もみんなもこうなるのか。お兄ちゃん、ゆか、いや、ゆか、行くぞ、来るな。ゆか、お兄ちゃん、ゆかたち、お家帰れるの？帰れなくなったの？死んじゃうの？ねえ、嘘だよね。大丈夫、大丈夫だよ、ゆか。きっとみんなで帰れるぞ。心配するな。俺がついてるからな。よし、偉いぞ。兄ちゃん緊張の糸が切れたか。やれやれ。俺が震えてちゃいけない。恐怖心は噛まずに、今は丸飲みでやり過ごすんだ。あいつもナオミもどこかで震えているかもしれない。早く見つけてやらないと。
この板、移動してないか？待ち伏せしてみるか。床を知ら、ゆか、お前ここで少し待っていられるか？お兄ちゃん、置いてちゃやだ。大丈夫、すぐ戻るよ。俺に考えがあるんだ。分かった。あ、ゆか、その板取れるか？うん、これだね。うまくいったな。一つ出し抜いてやったぞ、この学校を。よし、行こう。なんだ？ちっちゃい瓶だな。これね、ユカのお守り、香りのビーズだよ。おお、いっぱい入ってるな。匂い、嗅いでみて。お、キャラメルの匂いだ。すごいな。面白いでしょ？また近所の文房具屋で買ったんだな。これね、キャラメル味は事故とか危険から守ってくれるの。だからお兄ちゃんにあげる。味？気に入ってんだろ。いいよ、お前持ってな。うん、やだもん。お兄ちゃん怪我とかしたら嫌だもん。心配だもん。お兄ちゃん慌てんぼだから。こいつ怖くて足も体も震えているじゃないか。無理しやがって。わかった。じゃあ借りるよ。ありがとな。大事にしてね。それね、キャラメル味にはもう一つ。意味があるんだけど、内緒。ん？なんだそりゃ。言ったらお兄ちゃんぺっこりするから言わない。俺がへこむこと？慌て者以外にもあるのか？
地震か。ユカ、捕まってろ。ん？どうした？ゆか、おトイレ行きたい。ん、そうか。そこに川屋って書いてあるから、行ってこいよ。ゆか、ちなみにどっちだ？おしっこ。何かあったら呼べよ。何があるかわからないから、待ち時間は聞いとかないとな。お、もう平気か？お兄ちゃん、ダメだった。ん？
てこった。あれじゃ無理だな。別のトイレを探そう。我慢できるか？男子トイレがなんとか使えたらいいんだがな。ごめんね、聖子。ん？ナオミ？意外と埃っぽくないんだな、ベッド。お兄ちゃん、疲れた。ん？そうか。お前は少し休んでいくか？仕方ないな。ちょっと休むか。お前一人にするのも心配だしな。お腹すいた。ああ、すいたな。今何時かな。お母さんのご飯の時間じゃないかな。時計止まってるからわからないな。帰りたい。大丈夫だ、絶対に脱出するぞ。ナオミやヨシキたち、仲間と合流できればきっと何かいい方法が見つかるさ。あいつらだってきっと今頃脱出の術を探っているはずだ。合流した時に恥かかないように俺たちも頑張ろう。なんとかなるさ。心配するな。お兄ちゃんの言うことだもん。か、信じるよ。ゆか、きっとなんとかなる。窓も開かないこんな状況で、それはしかし現実を突き崩すだけの力を持たない紙のように薄い言葉だ。
それでも今は生きるために信じる。盲目的にただ希望だけを信じる。今の俺たちにできることはそれしかないから。頭が割れそうだ。あ、てめえら、いい加減にしろよ。篠崎はどこだ。うとうとしてしまったか。何やってんだ俺、本当に寝てどうするんだよ。お兄ちゃん、お家じゃない。ゆか、泣くな。もう少しだけ我慢だ。無事に帰ったら、コンペイトを買ってやるから。緑地庵のコンペイト？ああ、この前食べたがってたろ。我慢する。よし、偉いぞ。こいつは食べ物だな。ナオミのやつが心配だ。篠原か誰か仲間と一緒だといいが。あいつ気強いけど心はそれほど頑丈じゃないからな。さあ、行こう。ゆか、立てるか。うん、大丈夫。疲れたらまた休みに戻ってこよう。
じゃあこの写真の子。ああ、この赤い服の女の子と半ズボンの男の子はさっき見かけたな。篠崎の声だ。行こう、ゆか。なんだこれは。よし、ゆか、もう我慢しなくて済むぞ。保湿がない。参ったな。苦しいよな。俺、外に出てるからさ、我慢できないならその辺でしたらどうだ。やだ、我慢する。そうか、無理するなよ。仕方ないことなんだから。
森重、お前無事だったのか。持ちだ。お前も無事だったのか。安心したよ、クラスのやつがいてなあ。何なんだこれ、まさか人の。見ていられないよね、多分それ人の粉砕死体。胸部の肉が見えたから多分女性。嫌なものを見た、吐き気がするよ。ああ、とにかく無事でよかった。他の奴らには会ったか。いや、さっき気絶から覚めたばかりで誰とも。そうか、こっちも妹のユカ以外誰も見ていない。じゃあマユにも会っていない。ああ、あいつきっとどこかで震えて泣いて、俺がそばにいてやらなきゃいけないんだ。確かに鈴本はきっとお前に会いたいだろうな。どうする、一緒に探すか。いや、別行動の方が他の奴との遭遇率も上がるし。もう少し探してみるよ。わかった、じゃあ後で 1-A の教室で落ち合おう。誰かに会ったらそこに集合するように伝えてくれ。俺たちもそうする。気をつけろよ。わかった。大丈夫だ、見ないようにしよう。さ、行こう。あの人、さっき。行こう、気のせいさ。ユイ先生へ迎えに行く。入れこの場で待ってて。お兄ちゃん、ユイ先生って。ああ、このぶしつけな文明は間違いなくヨシキだ。少なくともあいつとユイ先生は近い場所にいる。じゃあここで待ってたら会えるのかな。そうだな、このThank you.
廊下が伸びている。千早ちゃん、ナーナちゃん、無事でいて不甲斐ない先輩で。時間があるとは。結構広いぞ、この学校。大丈夫か？別館にも職員用とかのトイレがあればいいんだが。この柵を越えれば校舎外に出られそうだもん。だがなんだ、この見渡す限りの樹海は。校舎の外周をぐるっと囲んでいるようだな。とにかく、まずはこいつを何とかしてやらないと。よし、行こう。なんだこの校舎、空気が一段と重いぞ。俺もだ。耳鳴りが止まらない。ここは長居するとヤバそうだな。ユカ、お前外で待ってるか。向こうの校舎の方がまだ安全な感じがするぞ。やだ、一緒に行く。一人にしないで。仕方ないか。また一緒にいるから。ここもダメか。Thank you.
Vita. ああ、見たことない制服だが、生身っぽいな。話しかけてみようよ。そうだな。あの、俺たちは如月学園って学校の生徒なんだけど、そのクラスのやつらとおまじないをしていたら気を失って、気がつくとここに拉致られてたんだが、君もかい？俺たち以外にも連れてこられた人間が、よし、追いかけてみよう。あの、君。すまない、急に話しかけて。俺たちは如月学園って学校の生徒で。せっかく生きている人を見つけても、この急行車長居するのはやはり危険かもしれない。また地震か。大丈夫だ、収まったぞ。よく我慢したな。さあ、立てるか？
嬉しい。だけどそれ。ゆか、腹痛いのか？泣くほどきついのか。大丈夫か。
いた。あなたって怖い。無理するなって。その辺でしてきな。方向い渡り廊下の校舎の外なら大丈夫だろ。